はい。えー、未来の日本語教育組の皆さん、こんにちは。えー、このビデオは、えー、第6週ですね。6週の2本目のビデオになります。ここでは、えー、JF スタンダードの中の行動中心アプローチという考え方についてお話しします。えー、まず最初にこのツイッターのですね、この人の話を見てほしいんです。えー、この人は、ブラジルで、えー、と、日本語を教えているんですね。で、それから日本に行って、幼稚園に入る子供のサバイバル日本語を 教えているそうですが、ここでは、あいうえおというひらがなを教えています。でもこの子はまだアルファベットも、あの、ポルトガル語のアルファベットも書けないのに、それは変じゃないかというふうに言ってるわけですね。で、私はこれに対してここでですね、えー、非母語話者、つまり日本人ではない幼稚園生にはひらがなより重要なものがあると。 で、どんな行動をとるか、その幼稚園生がですね、日本でどういう行動をとるのか調べて、それに必要な言葉を教えるといいと思いますよ、というふうにアドバイスしました。それに対して、この人が、まさに行動中心アプローチの考え方が必要ですよね、というふうに返事をしています。このように、まずどんな行動をとるのかを調べて、それに必要な言葉を教える。これが行動中心アプローチの考え方です。 えー、これは言い換えるとですね、あの、行動が出発点であり、ゴールであり、そして、えー、評価基準でもあります。で、例えば幼稚園の子供ですよね。が幼稚園で何かの行動をするわけですが、その行動をするのに必要な言葉とか文法は何だろうというふうに考えます。えー、で、授業の目標は言葉がわかるようになることではなくて、その言葉を通して 何かの行動ができるようになることですね。で、そして評価基準、つまりテストも行動ができるようになるかどうかが大事ということですね。言葉を覚えたかどうかではなくて、その言葉を使って何,何かの行動ができるようになるか、そういうテストを作れなければいけません。最初にまず行動があって、そのためにはどんな言葉を教えればいいかを考えて授業をします。そしてその結果、行動ができるようになります。これが行動中心アプローチですね。 その反対に言語が中心の場合は、まずやっぱり言語がゴールであり評価基準なんですよね。で、この言葉を教えたらどんな行動ができるようになるのかというふうに考えるのは言語が中心の考え方です。ですからテストも、えー、文型とか言葉とか漢字とかが新し正しく使えるようになったかどうか、それがテストされるわけですね。はい。えー、それから、あのー、 言葉が中心、行動中心アプローチではない場合は、日本語を教えるというそれしかありません。だけど、行動というのはとてもたくさんの行動があります。例えば、育児のためにはどんな日本語が必要か。IT エンジニアのためには、えー、彼らがどんな行動をして、その行動を日本語でするにはどんな日本語を教えればいいか。こういうふうに、えー、行動中心アプローチでは、えー、本当に多様な行動が、えー、ありますから、 え、授業もとてもいろいろなものが必要になってくるわけですね。はい。え、もう一つの違いは、言語が中心の場合は、日本語をより、より広く、えー、まあ浅くね、日本語という森全体を調べる、その探検家のような感じです。だけど、行動中心アプローチは、より早く、より遠くへ行くことができます。寄り道をしないわけですね。 ですから、あの、後悔をする人、後悔者に近い考え方だと私は思っています。これ、私が今ですね、ヒンディー語を勉強しているんですけど、これ、私がですね、あの、これを、あの、私たちはベジタリアンではないという意味だと思って書いたら、実は、私たちは野菜ではないという文章だったというね、えー、こういうヒンディー語なんですけど、これも、あの、行動中心アプローチではこういうことはまずありません。はい、あと、私は魚ですとかね、 こういう、あの、ヒンディー語が必要なのは、ヒンディー語が話せる魚だけです。はい。人間には必要ないですね。はい。あと、ピーターは4月になったらご飯を食べ、あ、4月にご飯を食べないとかですね。こういうのも行動中心アプローチでは全く必要ありません。典型的な文型シラバスですね。はい。えー、このスライドのリンクは、えー、ビットリースラッシュ TTCB62A になっています。えー、それからいつも通り、えー、このビデオに知らなかった言葉があったら、 暗記、クイズレット、メモライズなどに登録しておいてください。はい。それでは私からは以上です。失礼します。